はい、こんにちは、アリアです。僕、前風車を作る動画出したと思います。その際に円と円柱の作り方も紹介しました。今回は円の応用、球を作っていこうと思います。そう言いたくて、とりあえず自分で作ってみました。ブロックで円や球を作る際、小さければ角が目立ってしまって、大きければ滑らかに見えると思います。ある程度の大きさがあって綺麗に見えるものを作ろうと思って、このサイズを作りました。半径16、直径32マス。うん、見ればわかるけど、でかい、でかすぎる。そしてここまで作ってわかったのが、使い道がない。せいぜいこの角度で見て、うわー終わんだーとしか言いようがないんですよね。というわけで、この球を作る企画はやめます。やめるんだけど、ここまで作って終わるの悔しいじゃないですか。何にも生かされないのはすっごい嫌なので、これをね、ちょっとどうにか利用してキノコ型のお家を作っていこうと思います。お椀をひっくり返してドーム型にすれば、もしかしたらキノコの傘に見えるかもしれませんよね。というわけで、今回はキノコ型のお家、キノコハウスを作っていこうと思います。前置き長くなりましたが、早速始めていきましょう。まずはお家の部分、キノコの足、キノコの絵を作っていこうと思います。1段目ができたら、高さを5や6になるように積んでいこうかな。よし、柄の部分はこれでいいでしょう。本体の傘の部分を作っていきましょう。設計図はできたし、あとは組み立てていきましょう。一番大きいところが半径12マス。間違いないようにやっていこう。キノコの傘って少し垂れ下がってるというか、柄の部分がめり込んでるよね。2段目を下側につけていきましょう。次は3、4段目。3、4段目も一番大きいところは半径12マスだね。
3段目ができたら4段目をその上に重ねていきましょう。次は5段目6段目、5段目6段目も一番大きいところが12マス、ちょっとせり出してる感じかな。よし、6段目がおしまい。次は7、8段目。7、8段目は半径が10マスだね。一番大きいところ。よし、8段目が終了。次は9、10段目。正方形にちょっと四角が飛び出してる形だよね。一番大きいところが半径8マス。これで10段目がおしまい。次は11段目、もう11段と12段目でおしまい。よし、12段目。12段目終了。骨組みおしまい。あとは隙間にブロックを詰めて傘は完成かな。よし、傘ができたから傘に模様をつけていこう。本体をオレンジっぽくできたから白色で大丈夫だよね。白いブロックで模様をつけていきます。傘の下どうしようかな。とりあえず白いブロックで芯をつけてみようかな。やっぱり一段下げよう。
もう4本軸を増やそうかな。よし、軸をつけて床を引いたから肩で加工していきましょう。肩の半分を2回押して上のハーフブロック、木の板を上のハーフブロックでやっていきます。よし、とりあえず支え木をつけましょう。下に支え木があるかブロックを持ち上げて確認します。カッターで加工したブロック一度持ち上げて元に戻せば、最初のデフォルトの形にブロックが戻ります。はい、お疲れ様でした。うん、キノコには見えるよね。優しい心の目で見て見えるはず。まあ今回はここまでにしましょう。本当は内装外装含めて全部1回で終わらせたかったんだけど、思った以上に時間かかっちゃったから今回はここまでです。次回で全て装飾など終わらせようと思います。細かいところちょっと苦手なんだけど、そういうとここだわらないと上手くならないと思うので頑張っていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。